現時点で見れば、私自身は皆様のご協力があって、努力があって、国際的に見ても相当きちっとした体系ができたと思います。ただし、その今後の今ご指摘ありましたように、実際にその真価が問われるのは、これからの審査の具体的な中で、そこに魂が入るかどうかというところであります。で、そういったことを通じて、まあ、そのさっきご指摘ありましたようなレビューのシステムとか、新しい知見をまたバックフィットしていくというようなシステムを考えていく必要があるんだろうというふうに思っています。基準を定めたというのはまだ言ってみれば2合目3合目で、本当に大事なのはこれからのこれの適用でありますので、気を引き締めて、責任を果たしていきたいと思っております。7月交付施行されて、今止まっている原発のいろいろな申請にも続いて、事業者からの申請にも続いて、再稼働をめぐる検査が審査が行われていくわけですけれども、このプロセスというのはの透明性というのはどの程度どういう形で確保していくのかということですね。審査のプロセスの透明性をどうするかということについて、基本的には公開で進めたいということで、今私も事務局と相談しているんですが、具体的な細かいところをどこまでそういうプロセスを時間的にもいろんな意味でできるかどうか、資料はできるだけ基本的に公開になると思いますが、そういったところがありますので、もう少し検討する時間をいただきたいと思います。それから最後になりますけれども、もしこれで、よろしければ、この委員会でこの案を決定したいと思うんですが、ご異論ありませんか。よろしいですか。それじゃあこれで、決定させていただきたいと思います。研究機関であったりとか、一部の専門家だったり、あるいは事業者だったりっていうところだけではなくてですね、もう少しこう幅広く国民から意見を聞いて、それを必要なものを規制に反映していくっていうような仕組みっていうのが、海外ではあるように聞いてるんですけども、そのあたり現状どのようにお考えなんでしょうか。できるだけ幅広く意見を聞きするのがいいと思います。国民からも非常に建設的な、我々が経常に値するような意見を出していただくようぜひお願いしたいと思いますけどね。そのために具体的にどういうようなやり方がいいのかみたいなところで、今何かお考えアイデアみたいなものがあれば教えていただけますか。一般的に言えばね、ホームページいつでもオープンになってるから、意見はいつでも言っていただけると思うんですが、特に改めてじゃあ国民の意見を聞く会を設けるか設けないか、やるかやらないかっていうのは、その時の状況によってやる場合もあるかもしれないけど、今は特に考えてません。非常に国民に関係するようなことってということになるんで、いわゆる規制基準っていうよりは、例えば防災に関わることとか、そういうことはあるのかもしれないなとは思いますけれども、一般的にその技術的な基準について国民の意見を求めるってことは普通はあまりないと思いますけども、ないとは言い切れないから、具体的にはちょっと今イメージとしてはわからないですね。私はこのずっと会議を傍聴してきて、まるで時間がなんか巻き戻されているような実感をすごく感じています。福島原発は全然収束していません。現地だけではなくって、今まだ高い汚染された環境の中で20ミリシーベルトが認められて、たくさんの人たちがそこで生活をしています。私はそういう人たちの声をきちんと各委員たちや、その今回の指針を検討した人
ちに現地に行って聞いてほしかったです。どうしてそんな簡単なことができない中でこんなに簡単に指針が決定されて7月の8日に施行されるのか納得できません。結局ヒアリングをやったのは電力会社だけなんですよね、この間ね。で結局電力会社がそれなりに対応できるようなものっていう形で、最後なんかあとバタバタとまとめられたような印象があります。まあパブリックコメントを出せということを、まあそれを見るからそれで意見は聞けるんだということを言ってたんですけども、まあ結構、いくらかそのなんていうか前よりも厳しくなった面がいくつかあることはあるんですけども、原発の福島の原発の事故の検証が不十分ですし、それから事故そのものもまだ収束してない状態で、なぜその再稼働に向けての準備にその勢力を割くのかっていうね、まあこの間規制庁の人員も相当これに割いてきてると思うんですけども、それよりも福島の対応の方が先だろうと思うんですけどもね、まあその辺の非常にまあ拙速でなやり方っていうのが一番目についたかなと思います。